はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は久々にね、白ワインを買ってきました。値段が、280円ぐらいだったかな。サントリーのデリカメゾンです。フルーティーな白。アルコール度数が 10%。輸入果汁、輸入ワインを使用。ほのかな甘みで程よい。で、おすすめの飲み方がよく冷やしてと書いてあります。原材料名が濃縮還元ぶどう果汁、過去外国産と、輸入ワインと酸味料と、酸化防止剤です。程よい酸味と軽やかな果実感が広がるフルーティーな白ワインです。久々にちょっとね、ワインちょっと飲んでみようかなと思って。まあ、あれですね。そろそろ、寒い季節になってきましたら、ワインちびちびやるのもいいんじゃないかワインでちびちびと、やるのも意外にいいんじゃないのか。乾杯。あ、軽いですね。ああ、ちょっと甘い。ほんのり甘い。ほんのり渋い。まあ、コクはほとんど皆無ですね。まあ、冷やせば割と美味しいんじゃないか。常温で今飲んでるけど。意外と。まあ、値段300円ですからね。これが、容量が 720ml で、たったの300円。300円、税込み300円ぐらいだな。まあ、白ワインだからがちょっと飲みやすい。確か、ボジョレ・ヌーボーが、あれ、11月いくつだっけ解禁されるの忘れた。ね。秋ですよね。あ、ボジョレ・ヌーボーは俺は、まあ、あれは動画的に、まあちょっと飲むかっていうことになってるけど、大体毎年飲んでるけど、大体まずい。総評まずいで、終わってるんでね。買わなくてもいいかも、ね。まあ 720ml 入ってアルコール度数10%で、まあ300円ってなると、まあ、安いでしょう。たまにはこういうワインとかね。まあ、あんまり好きじゃないんだけどね。ワインもね。白ワインと。ちなみに Amazon で、ワインでググると。ワインでググりますと。6本で6000円ぐらいですね。ベストセラー。あ、一番、6本じゃないけど、どうなの？一応ね、ベストセラーってなったのが大体6000円ぐらいですね。まあ、これぐらいの1本1000円ぐらいで、上等ですからね。ワインも本当にクソみたいに種類あるけど、まあ、これ今度買ってもいいかもわからない。6000円ぐらいでしょ。1本1000円で6本で約6000円でしょ。で、あとは、
めちゃくちゃコスパがいいやつがありますね。世界ナンバーワン、イタリアテーブルワイン、なんと3リッター入って1800円。3リッター入って1800円ですよ。3リッターってことは、これが約4本ぐらい。4本分ぐらいだもんね。資産12で、あ、若干高いのか。タバルネッソロッソっていう赤ワイン。3リッターで、原産国イタリアのね、ワインです。で、これが評価高いですね。うん。まあ、意外とこういうのも、美味しいんじゃない？意外に。世界販売数量ナンバーワンイタリアンワインブランド。ね、コスパは結構いいですね。うん。まあ、味も納得という人が結構いますね。うん、まあ、1800円。3リッターで1800円って安いですね。あ、あと、王様の涙。これ見たな、そういえば。王様の涙っていうワインですね。赤ワイン。これスーパーで売ってたな、そういえば。これうまいのか。116件のレビューがすごい。ある。うん。なるほど。これが値段が468円。はぁ、スペインのワイン。王様の涙か。これ今度はあれだな。白と赤があるみたいですが、赤の方が売れてるみたいですね。うん。なるほどね。うん。まあ、今度これは、王様の涙っていうワインは今度買ってみようかな。まあ、スーパーでは本当に300円以内でワインがね、普通に売ってますからね。うん、王様の涙。へぇ。王様の涙の赤。赤ね。まあ、個人的にワインで好きなやつは、あれはワインじゃないのか。ワインっていうか甘み果実酒の、なんだっけ、甘い赤ワインみたいなやつ。あれなんて言ったっけ、甘い、なんだ、あれなんだったっけ、神谷バーのワインね。あ、八ぶどう酒ね。八ぶどう酒。これ美味しいんだよ。まあ、甘み果実酒ってやつですね。八ぶどう酒。八ぶどう酒ってどこや？八ぶどう酒。八ぶどう酒は、高いな。3000円もすんのか。あ、高い。
まあ、たまにはいいですよ。ワインもね。ちょっと、最近ビールとか、ね、ばっかり飲んでたんで、チューハイとかね。ああ。まあ、そろそろビールも納め時ですからね。そろっともう、あれでしょ。そろっと終わりです。もう秋です。気温も低くなってまいりました。まあ、もう秋だからね。やっぱりビールは夏とかじゃないとなかなかね。うん。まあ、これ300円にしては割と、まあ割とっつってもあれだろうな。普通ぐらいちゃうか。うん。コクは大してないしな。コクは1ミリもないよね。まあ甘みは若干あるじゃないか。香りはまあ普通ぐらいだ。まあ開花って言われるとまあ、まあ普通じゃないの。300円、値段300円だからな。1333です。ご視聴ありがとうございました。